皆さん、深夜からの、ね、放送になりますけど、いかがお過ごしでしょうか。タイ語の日曜ブログチャンネルへようこそ。今日もですね、ちょっと DMMFX で利益を上げまして、だいたい1800円ぐらいですね、また出したところ、利益を出さずような、そういうところだと思いますね。で、僕なんかが、まあ、コツを得るために、まあ、ずっとチャートをね、眺めながら、いつも思ったこと、それは、まあ、朝方に、売ったり買ったりとかですね、あとは深夜の時間帯に売ったり買ったりっていう、そういうのを、こう、二部構成のようにちゃんと作って、時間帯を分けた方がいいっていうことですね。まあ、それは思った次第で、その方が、こう、変動が大きくて、利益につながりやすいということが、分かっております。特にその朝方はですね、低いので、その時に確か、なんだろうな、高い方を買って、違う、買い注文みたいな、そういうのを出して、で、深夜の時間帯に売り注文のような、そういうのを出せば、まあ、すごくこう、翌朝とかね、その後の夜との間の時間帯に利益が出るような、そんな感じがしたんですけれども、まあ、気のせいですかねっていう、まあ、そういうところだと感じましたね。またそこまでいけなくても、まあ、極端な話にならなければ、まあ、利益はまあ一応出ますけれども、もっと出したいと思う方であればですね、まあ、そういうふうにしてこう落差の多い時間帯にやるとなんか利益が出やすいようです。はい、まあ、そんなことを思った次第でしたけれども、こういうのをなんか教えてくれたのは、なんかその、すべてはなんかそういう出会った方々のそういう行動のその、なんて言うんだろうな、例えばその、なんか動画を上げるその時間帯のそういう話だったりとか、そういうところからこう、もしかしてって、そういう思いから僕もなんか勘が働いたような、そんな感じがしますけれどもね。いやー、まあ、会社のことなんでね、これ以上はまあ僕は申し上げませんけれども、まあそういうのがあったんだということをね、ちょっと口頭だけでもいいので、ちょっと示せたらいいなと思って、今回ね、まあ、動画を回したんですけれども、でまあね、そんなことはどうでもいいんですけど、これから僕はプレイしたいね、ゲームを、いろいろ紹介したいなというふうに思います。まず一つ目が、こちら昔のね、ゲームソフト、ジェットでゴー、メルカリでね、1000円ほどで購入したんですけど、こちらをね、ちょっと空いた時間帯でプレイしたい、できたらいいな。あとは、近々、またね、ニンテンドースイッチの、マリオカードのね、8デラックスの追加コースパックがプレイできるので、そちらも、やっていく、そんな次第ですね。はい。まあ、話すことはこのぐらいですね。まあ、そんなに難しいことってないと思うんですよね。まあ、所詮そういう昔の創価学会のね、左右のね、赤と、オレンジのまああれのバランスの問題っていうのは、そういうのとほとんど一緒ですから、まあ、そういえばそのね、朝の時間帯に売り買いして、夜の時間帯に売り買いする、そういうのも聞いてたんで、なんか要はその、なんて言うんだろうな、その友達が言ってた通りなんですよね、ほんとその通りで。一つもこう外れはこうなかったような感じがしますね。だから友達っていうのは結局その真面目な方だったんだなってすごい思いましたね。もっと冗談めかして言うのかなと思ったら、もう本当正直にこ
裏も出なく本当のことだけだったような感じがしましたね。僕なんかはね、普段臭いことばっかり言ってますけど、マジってそれだけ真面目なんだなってそう思いました。性病かどうかはね、それは知りませんけれども、とりあえず性格は真面目だということはね、確か一理あると思います。だから近づいてくる、その向こうから近づいてくるっていうのは何かこう僕にですね、サポートしたいっていう思いからなんでしょうね、そういやらしい意味ではそういうのではなくて。そんなことをね、思った次第です。いろいろありがとうございました。ではまた。